の1試合2発で両リーグトップタイ。ロバーツ監督も称賛。ドジャース5-1ブレーブス。日時間6日ロサンゼルスドジャース。大谷翔平投手は5日日時間6日4度コロチで行われたブレーブス戦で今季初の1試合2塁打を放った。初回に先制9号にランを放つと8回に10号ソロ。試合後デーブ・ロバーツ監督は、彼は我々が今までに見たことのない活躍をし続けていると最敬礼だった。初回無視1塁、初対戦のフリードのカーブをバックスクリーンに運ぶ先制の9号にラン。2試合連発となるアーチで幸先良いスタートを切ると、第2打席は左前打、第3打席は技ありの中前打を放った。ロバーツ監督は、翔平の2ランはゾーンの高めに来たカーブを捉えた。それが流れを作ったと先制の一発に感謝した。さらに4-1で迎えた8回無視の第4打席。ミンターの初球のフォーシームを完璧に捉えてバックスクリーン左に運んだ。再び両リーグトップに並ぶ一発。飛距離464フィート、約 141.4m は今季最長となった。それは大きな当たりになる。あそこにボールを飛ばす人はいない。右打ちでも左打ちでも、デーでもナイトでも。翔へ、イの打席の質の高さが見て取れると賛辞を止めなかった。今季初の1試合4安打で、打率は、フィリーズのボームに並び両リーグトップの、364。オプスは 1.111 で、両リーグ単独トップとなった。チームは、ブレーブス相手にスイープを決め、貯金は、今季最多となる12。以前にも言ったが、まだ彼は余力があると思うとロバーツ監督もご満悦だった。河村小田、小代河村、